はい、どうもメスです。月曜日やってきましたね、クラブセレクション。ですね、今日も激アツかどうかは知らん、激アツかどうかは分かんないけど、ベンフィカとスポルティング CP っていう故障で合ってるのかな、ちょっと呼び方わからないんですけど、熱いのかどうかわかんないけど、とにかくね、一人熱い選手はわかってる、この選手ですね。まあみんなこの選手狙いじゃないかな、ルーベン・ディアス。あのウィレ2019の時でもね、 FP ずっとね愛用させてもらってたんですけれども、まあね強い、まあ強いですわ本当に。コーンワンがいくつだろうな、コーンワンが7、もう完全に一択に近いんじゃないかな。ちょっと能力ね、まあまた今から見ていきますけど、まあ一番のあたりはルーベン・ディアスで間違いないでしょう、多分。はい、ということでまたね能力見ていくので、右上のテロップ、あのガチャしか興味ない人、ルーベン・ディアス当たったのかどうかしか興味ない方は時間まで飛ばしてください。はい、ということで見ていきましょう。ルーベン・ディアスから、身長187cm のレベル37上がり、56ぐらい上がるかな、45ぐらい。ですね、まあなんといってもあれだよね、スピード瞬発が、おお80台乗ってるね、あのレベル1で、でこっからレベル37でしょ、結構いくね、85は超えてきそうで、フィジコンも、おおやばいね、なるほどなるほど。ディフェンスセンス89、アグレッシブネスもすげえ94だ、はいはいはい。でコンワンがさっき見た通り7と、いやー1番でしょ完全に。ちょっと他の選手見る前からね、1番っていうのもあれだけど、いや1番でしょ確実に、当たりは。なるほどなるほど。で、キーパーね、キーパー191、結構高い。GK センス97、おお GK センス高っ、9上がり、はい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 。あーでもめちゃくちゃなしではない気がする、身長高いしめちゃくちゃ外れではないと思うな。で、キック力が82か、まあ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 。次、ピッチ選手ね、ピッチ、身長179cm の、パッと見た感じ右のサイドハーフだよね。あ、パス系統の能力高いね、かなり。で決定力もまあまずまず、そうだな、85いくかいかないかぐらいか、はいはいはい。スピード瞬発も85はいかないかな、ちょっと85は届かないけど、ドリブルコネコネで、結構強くない？ピッチ、あ、コンワン7、あ、結構ありな気がする、この選手は。ナンバー10か、まあナンバー10はね、あの前作に比べて動きの方が改善されたっていう噂なんで、ちょっと俺よくわかんないけど、ピッチもありだね、当たりの方じゃないかな多分。ラファシューバ、ラファシューバね、左のウィング、フェンセンス86、レベルが27、まあそこそこ上がる、決定力がちょい低めか、85いくかいかないかぐらい、スピード瞬発速っなるほどなるほど、はい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 。ボディーコントロールが91と、そうだね、外れではなさそうだね、この選手も。まあでも、めっちゃ大喜びする感じでもないな。 CMF、プレースタイルが大事、プレースタイルはボックスとボックス、おお、なるほど、割と良きだね。ボールキープ85、グランドパス87、フライパス91、はいはいはい、悪くない。ドリブル84、オフェンスセンスがちょい低めか、あ、そっか、 CMF か、まあ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 、決定力も、なるほど。まあこの辺はね、まあ CMF なんで、まあなくても、でもスピードがややちょっと、もう一声欲しいなって感じだな、さすがに重すぎる気がする。身長高い系でしょ、
あ、やっぱりね、187高いね。はいはいはい、んー、まああんまり必要ないかな。あ、アレックス・グリマルド、これウィレ2019で俺結構使ってたね。左のサイドバックでしょ。うーん、なるほど、使ってた。うーん、どうなのかな。スピード瞬発速くて身長が170、ちっちゃいね。うーん、ボディーコントロール86、あー、ディフェンスです。うーん、なしかな。なしかな。やべえ、ちょっと待って、グダグダ喋ってたら時間が結構やべえことになってる。あー、やばい、もうごめん。もう一個来てるから、うん、ちょっと当たってから考えるか。当たってから能力見ますか。ちょっとやばいな、これ時間がえぐいわ。ちょっとこれ全部見てたらえぐい時間になる。やべえ、グダグダ見すぎた。うーん、誰が当たりなんだ。ちょっと待って、本当にざっと OMF、 うん、まあいいや。左のサイドハーフレベル25、うん、いいや。レベル20、いや、 OK。 やばい、当たりがわからん、当たりわからん。あー、待って、身長高っ、196センチ。ちょっとこの選手見よっか。で、スピード瞬発は、うーん、重いね。なるほど、ディフェンスエース、あー、なるほど、これ能力は悪くないと。レベル3で、あー、まあいいか、引くか。引きますか。ちょっとダメだ。あー、時間配分がうまくいかなかったな。ちょっとゆっくり見すぎた。この選手だけ最後見よっか。レベル42、おお、結構上がる。レベル42でハードプレスか。うん、アンカーだったらよかったけどな。おし、じゃあちょっとスポルティング CP から引こう。 OK、 ごめんなさい。3回引いちゃおう。で、当たってからちょっと能力見ましょう。全員見てるとちょっと時間えぐいわ。 OK、 黒玉、とりあえず黒玉ナイス。当たりいるのかな、ちょっとわかんねえや。さあ、おお、なんか体が強そうだ。センターバックやっぱり。あー、見た選手か。196センチでしょ、189センチ。違った。でもレベル20か、どうだろうね。あー、でもスピードあるけど瞬発が、はい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 。まあそうやね、本番後、うん、うんうんうん、いいんじゃない。うん、とりあえず黒玉なしね。 OKOKOK。 当たり誰なんだろうか、教えてくれ、コメント欄のみんな。ちょっと俺はよくわからん。まあ使わないでしょ、このガチャで言えば。唯一当たりがどうのこうのってなると思うけど、あー、正直使わないんじゃないかな。あー、さっきと違う。うわー、ダンディーなヒゲしてるわ。絶対あだ名ダンディーだ。あー、これ身長196センチの選手だ。センターバック当たるね。これワンチャンありじゃないかな。うん、フィジカル系で、まあでもなんかスピードがね、重いから、うーん、裏やられたら終わる気はするけど。でもどしっと構えればなんか強そう。うん、分からんけど。さあ、あと1回。さあ、問題はルーベン・ディアスが引けるかどうかだな。 OK。 まあアプリの方もね、ちょこちょこというか、この間1回やっただけなんですけど、ね、いい選手結構いるんで、本当にね、本格始動させていきたい。早く10連勝企画がね、引き分けありにしてね、結構ね、まあいいか、この選手はハードプレスの選手でね、引き分けありにしてね、割といいとこまではね、ここ最近何回か行ってるんで、じきね、達成できると思う。で、達成した暁にはまたね、アプリも本格始動いけるんで、いつ本格始動するんやって感じだけども、リリースされてからどれぐらい経ってるか分かんないけど、よーし、とりあえずルーベン・ディアス引くぞ。 OK、 3回頼むよ。ルーベンは右利きかな、多分、わからん。さあ、ルーベン・ディアス一択。あ、来たかも。え、何番だろう。え、来たんじゃない、マジで。え、来たっぽい。え、この顔、え、ルーベンでしょこれ。この顔ルーベンっぽいよ。はい、来たー。あー、もうすごい俺。いや、すげーわ。
本当にアプリの引きいいんだよね。欲しい選手来るわ。大爆死って本当オタメンディ3連発ぐらいだよ。他ねえもん大爆死アプリで。すげえ。いやもうね、ルーベンディアスレベル上げ大変なんで被ってほしい。あー違うな。いやー被ってほしかったけど、まあ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 最低限引けたからオッケー。ピッチとか引けるといいな。まあ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 、あーボックスとボックスの選手か。まあ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 、ラストまあピッチかルーベンかぶり、ルーベンかぶりあり。さあラストだよ。お、あルーベンではない。誰だろう。わからん。あーピッチではない気がするな。ラファシューバ、あーなるほど。まあ大外れではないかな。うん、スピード速い選手だよね。まあ決定力も85ぐらいいった気がする。確か違ったっけ。やべバッテリー 10%。 そうだね。あー85は届かないな。85は届かない。うーん、まあ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 、めちゃくちゃ外れではない気がするけど、まあとりあえずねルーベン引けたんで OK。 PS4 の方もこの後ねルーベンディアス引いていくんで。いやなんかこの流れよく見るな。これで引けないパターンがなんかもう毎回の気がするんだけど、やめやめやめ、引いていきます。はい。